はいえっ、ー、と皆様えっ、ー、とこんにちはえっ、ー、と新潟大学のえっ、ー、と松本雅樹と申しますえっ、ー、と本日はあの質量分析系に関わる、えー、データ解析えーまああと公共データの、えー、活用、えー、それについてお話しさせていただきたいと思います、えー、あの多くの方が当然ご存知のことだとは思いますがまああのた遺伝子っていうのはタンパク質の設計図でありますでこのゲノムにある情報というのはですね。 トランスクリプトに変換されてそれからタンパク質、まあ、すなわちプロテオームに変換されるということで、まあ、この質量分析を使ってこのプロテオームのデータを解析するということが今世界中で盛んに行われています。で、まあ、ゲノムを基盤とする生命システムというのは、まあ、タンパク質が最終的な機能的な最も重要な 因子子というか、えー、素子になっておりますで、まあ、これを介して、えー、いろんな、えー、分子機械が出来上がって細胞が出来上がるということが行,な行われておりますので、まあ、タンパク質を研究するということは、まあ、非常にに重要なことになりますであの現在ですねゲノム情報というのが、まああのえー、ポストゲノム時代に入りましてあのどんどん集積していっておりまして、まあ、これを活用したさまざ、あ、まな、えー、大規模解析のシ,システムというのが えー、使われるようになりましたあのご存知だと思いますが次世代シーケンサーが、まあ、その一つの大きな、えー、一つの,あの重要な例で,例で、まあ、こちらの核酸ですね、えー、ゲノムの配列であったりトランスクリプトムの配列、まあ、あるいはエピゲノムの解析なんかにもよく使われていますでこの、えー、NGS で解析できない、えー、もう一つの,あの分子具っていうのが、まあ、今日お話しするタンパク質であったりですね、まあ、あるいはあのメタボロームあの代謝物、まあ、そういうものであったり。 そういうものに関してはですねマススペクトロメトリー質量分析系というのがよく使われています。でこの特にタンパク質を質量分析系で解析するという場面ではですねやはりこの場合もゲノ,ムにゲノム情報に基づいた配列データベースこれを参照するという形でデータ解析が行われるということになります。で今あの、まあこの 質量分析を使ったプロテオム解析っていうのがまああ,のある程度普及してからまだ、あ、大体20年ぐらい経つのではないかと思いますが、まあこの、えー、間にですねまずあの世界中でどんどんデータが蓄,蓄積していったことを受けてですね、まあこれを再活用、えー、あるいは、えー、公開しようという動きが盛んになっています。で、あのプロテオムの質量分析データに関してはですね。 プロテオメエクステンジコンソーシアム、PXC という、まあ、世界的なコンソーシアムが組まれておりまして、まあ、世界で現在、えー、と6か所ですかね、のリ、えー、ポジトリですね、データを預けるところというのが、公、え、開、ー、リポジトリが運用されております。で我々あの日本でもですね、この、えー、JPOST というリポジトリデータベースというのが、えー、作られていまして、まあ、世界中からデータが集まっていると。 いう状況にありますで、まああのまあ、圧倒的に人の,あの生物種としては人が全体的には多いんですけれども、まあ、マウス、まあ、その他の生物種もどんどん蓄積していっていて、まあ、これはいろんな切り口でデータを再解析するようなことが可能になっています。で質量分析系のデータもあの質量分析系そのものもですね、まあ、ある程度あの類似したものの,あのデータ類似した装置の データが蓄積しつつあるということもありまして、まあ、これはあの、えーまあ、例えば同一の質量分析系のデータを統合するとかですね、まあ、そういうふうなことも、えーまあ、かなり意図的にやることもできるというふうなそういう状況にございます。であの今日えっとお話しする、えっと、まず全般はですねこの質量分析系のことがあまりわからなくても えーまあ、この必要分析系で得られたプロテウムデータこれをどうやって活用するかという、まあ、そういうあのところからまず入っていきたいと思います。この JPOST のデータベースなんですが JPOST なんですが、まあ、その中にはですねリポジトリとデータベースっていうのが大きな2つの柱がございます。でそのうちのこのデータベース、まあ、こちらが基本的にはもう加工済みのデータを、まあ、JPOST のプロジェクトの中で え整理してですね、まあそれをあのいろんなあの可視化をしてえ公開しているというそういうものになります。なのでこちらに関しては出力分析系ので、あのデータの仕組みとかですね構造、そういうことを特に気にしなくてもデータを見ることができるという入り口になります。これがあのデータベースのあの入り口のところなんですが。 えーまあ、の生物種とかですね組織とか、まあ、あるいはあの疾患の種類、まあ、そういうあのタームを使ってキーワードを使ってフィルタ先ほどちょっと申し上げたようにさまざまな生物種とかですねそういうものがあの、えー、混じったようなデータベースになっていますので、まあ、その中から人なら人を抜き出してくるとかですね、まあ、そういうことが可能になっています。 であと特定の疾患に関係するようなものも、まあ、当然このフィルターを使って、えー、データを抽出することができるということになります。で、まああのー、こうやってデータを抽出するんですけども、まあ、まず一つの使い方としましてですね個々のタンパク質の、えーまあ、質量分析の実データに基づく情報、まあ、これを検索するというのが、えー 使い方の一つであります。でまあ、これはですね、えーまあ、あるこの、えー、遺伝子タンパク名とかで、まあ、この、えー、タンパク質を抽出してあの情報を抽出してくると、えー、そういうことをやりますと、まあ、このペプチド、えー、とタンパクあの質量分析計で同定されたペプチドの場所ですねそういうものがこうやって、あのー、表示されるというふうなことになります。 でこ,こ,のこれはのリン酸化プロテオームのデータというのもたくさん入ってますので、まあ、そういうデータをマップした表示も可能でしてかつこれをですねユニプロットに登録されている、まあ、もっとあの文献情報とかですねそういうものに裏付けされたようなデータだったりそういうものを重ね合わせて表示することも可能です。 ですので、まあ、こういうふうにあのタンパク質の、えーまあ、リン酸化の情報とか、えー、スプラあのバリアントの情報とかですね、まあ、そういうものがあの本当に特異的なものが見つかっているかとかですね、まあ、そういうことを知ることが、えー、可能になります。あこれはあの、えっと。 バリアントの情報なんですがこの特異的なバリアント特異的なペプチドがどういうものが実際実験データとして得られているかそういうことを表示するそういうモードで表示した結果になります。このように一個一個のタンパク質の情報を質量分析のデータとしてどういうものが得られているかそういうことをこの J ポストのデータベースから抽出してみることが可能になっています。 でまたあのこの一個一個のタンパク質ではなくて今度は実験間の比較ですねそういうことが、えー、可能なモードも、えー、実装していますでこれはですね我々あのスライスというふうに呼んでいるんですけれども、まあ、実験グループを、えー、と作ってですねそのスライスのあの実験グループ間の比較、まあ、そういうことをやることが可能になっていますで例えばこれファイブロブラストを、えー、とこの データベースに登録されている、えー、繊維が細胞のデータとあと iPS 細胞のデータ、まあ、これをフィルターを使って抽出してきてですねでここの,あの見たいこれ一個一個があのデータあの1データなんですがそのデータにこうチェックを入れて、まあ、この、えー、ファイブロブラストのデータと iPS のデータというのを、えー、抽出するとあのあそれぞれスライスを構築すると、まあ、そういうことをデータベースの,とこあの中から実行することが可能になります。 でこのスライスを作ってあげた後にですねその、えー、とデータを使って例えば、えー、ボルケのプロットを書くとか、えー、あのどういうあの機能を持ったものがエンッチしているかそういう解析をするとかそういうことが、えー、可能になります。でこれは、えー、と基本的にその定量データに関しては、まあ,とあとでまた後ほど述べますが、えー、スペクトルカウントという方法を使って、まあ、かなりこう硬、えー、いデータの,あの定量 かっていうのが、えー、可能になっておりまして、まあこの IPS と、えー、ファイブロブラストでの間でこう変化があったようなタンパク質がどういうものがあったかということを、まあ、ボルケンのプロットでこのデータベースの中で表示することが、まあ、現在できるようになっています。まあ、このようにあのデータベースの中からですね、あ、え、のー、興味があるまあ疾患だったりとかですね、そういう、えー、細胞のタイプだったり、まあそういうものの間でまあこういうあの発現解析というのが、えーまあ、かなりこう、えー クオリティが高いデータの中で実行することができると、そういうのがこの J ポストのデータベースの入り口になります。はい、さて、えっと、ここまでがあのデータベースの方で、出力、まあ、分析のデータを見なくていいというかです、ね、生データのことを知らなくていいという、まあ、そういうあの、えー、やり方だったんですが、まあ、ここから先はです、ね、リポジトリ、このパブリックデータベースに登録されている生データ。 ここれをを使っっててどううやってデータを解析するかということいになりますであの、まあ、今日参加されているあの方の半分ぐらいはあまり質量分析系などにこう、えー、専門とされてないような方も多くいらっしゃるということですので、まあ、少しあの基本的な質量分析系の話も交えながらえ紹介したいというふうに思います。でこの J ポストリポジトリなんですがあのこれはあの本当にあの質量分析系の生データが えー、たくさん登録されているあのそういうあのところになります。で、えー、どういう時に使うのかっていうことなんですが、まあ、例えば、えー、と論文で使われている、えーまあ、その生データが使われあの出された論文ですねその論文で、えー、やられていることと違う条件でけデータベース検索をやりたい、まあ、例えば変異を、えー、含んだようなデータベースとかですね、えー、あるいは最近リボソンプロファイリングとかそういう、えー、ところで得られたような、えー 皆さんハイレスのデーータベース、まあ、そういうファスタファイルなどを使ってデータベースをあの変えて検索をしたい、まあ、そういう場合もあるかと思います。でまたあの自分のデータや異なる、えー、プロジェクトのデータを同一条件で比較したいとこですねそれぞれあの、えー、このデータを取った研究者っていうのは、まあ、自分独自の、えー、方法でデータを解析していることが多いですので、まあ、やはりあの同じ土俵で同じ条件で いいろんなデータを再比較するととうことは非常に有効なことになっえきますまた異なるプラットフォームこれは例えば検索のソフトウェアをもう全く違うものに変えてしまうとかですねあるいは例えば自分が作ったこういう新しいソフトウェアを使って解析をしてみたいとかそういうこともあるかもしれません。いずれにしてもこのローデータというのを手元にダウンロードしてきてそこからデータを解析するというのがこのプラ これだけたくさんデータが集まってくるとあの現実的に可能になってきています。でただですねあの課題というか問題がありましてます。でまたあの実験的な前処理法との組み合わせというのも非常に複雑化していて、まあ、データが持つ意味っていうのがえまあ前処理によってこうえ変わってくるというかです、ね、意味が全く異なってくる、まあ、そういうこともあの多々ございます。 であとあのこれはちょっとあの大きな課題なんですけれどもあののリポジトリにあのたくさんデータ預けられてるわけなんですが、まあ、そこにあの付随したです、ね、メタデータ、まあ、いろんなサンプルの情報とかです、ね、いろんな情報っていうのが、まあ、不足していたりです、ねまあ、あのなかなかあの登録に制限をかけることもできないので、まあ、間違ったまま登録されていたりとかです、ね、そういうことがあの現実的に、えー、たくさん起きています。で えー、ということで、まあね、やはりあのデータベースに登録されてるデータの、えーとまあ、生データはそのものはいいんですけれどもそこから、えー、自分たちで再解析をしようとした時にやっぱちょっと情報が不足しているということで、まあ、論文その、えー、元になった論文を読むとかですね、えー、いうことも必要ですし、まあ、あと何よりもやっぱ質量分析によるプロテオム解析の原理とかですね データの種類とか解析手法の理解、まあ、こういうことが、えー、やっぱり生データを扱う上では必須になってくるんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあ、ここから先は少し質量、えー、無線の原理の話などに戻ってですね、えーまあ、ご自身でデータを解析する上で必要なあの知識を得ていただければなというふうに考えています。 まあ出力分析による K によるプロテオーム解析の原理ということでお話をさせていただきますが質量分析系の,の概要なんですが、まあ、これはあのデータ解析する上ではあまり必要ないんですがちょっとあのイメージしていただければなと思いますのであのちょっとこれ持ってきておりますが出力分析自体は非常にこの箱の中にですね箱の入り口にイオンソースというのがあってその箱の中にですねアナライザー 質量分析する分離するようが例えー、存在しますでそこの後ろに検出器があって外にコンピューターであとこの、えー、真空を引くための、えー、真空ポンプっていうのがつな、えー、がっていると。で、まあ、入り口のところにはですねサンプルをあの分けながら、えー、質量分析に入れていく、まあ、これが今一般的に行われていることなんですがそ,そのための液体クロマトグラフィーとかですね、まあ、そういうものが、まあ、通常は 連結されているというのが、まあ質量分析系の、えー、種類あの概要になります。で、あのー。 えっとですね、少しあの覚えておいていただきたいのが、まあ、このイオンソースのところがまあ種類がいくつかありまして、まあ、このイオン化っていうことをえやる必要があるんですが、まあ、そこにあの複数のものがあって、まあ、多くの場合はこの ESI っていうものや m、まあ、マルディっていう、まあ、こういうあの手法というのが使われていますので、まあ、これによってこうデータのえーと性質も少し変わってくるというふうな特徴がえありますので、まあ、そこも少しあの知っておくといいのかなと思います。 であとアナライザーに関してもですね、えーまあ、いろんな種類が、えー、この後少し述べますがいろんな種類が、えー、存在してますので、まあ、この、えー、自分が、えー、と見たいとか、えー、落としてきたデータっていうのがどういうあの、えー、タイプのアナライザーで分析されたものなのか、まあ、そういうことを、えー、少し意識して、まあ、なるべく例えば、えー、と原理を揃えるとかですね、まあ、そういうことでデータをあの解析しやすくなるんじゃないかなというふうに思います。 でまあ、その先ほど今お話ししましたイオン化法なんですが、タンパク質、まあ実際ペプチドなんですが、これを解析する上では、このモルディ法っていう方法と ESI、まあ、ES あのエクトスプ,ライスプレイアオーガイゼーションというこの2つの方法というのが、まああのペプチドの解析に行う上では有効な方法です。でまあ、こちらはですね、えっ、ー、とまああのあのの、えー 固体にして、えー、結晶化して、えー、イオン化するという方法で、えー、最近だとこうイメージングとかですねマルディイメージングっていう,言うんですけども板の上にというかあの組織とかをですねそのままイオン化させてみ、えー、るみたいなことに使われていて、まあ、あまりまだプロテオームレベルでの解析には、えー、使われていないというふうな、えー、状況ですがこの ESI という方法は、まあ、多分 ほとんどあのリポジトリに登録されているデータはこちらで取られているというふうに、えー、思っていただいていいんじゃないかなと思います。でこちらは、ね、液体クロマトグラフィーと連結して、まあ、こういうあの細いキャピラリーの中でですね、えー、ここに電圧をかけると、まあ、それによってあのイオン化っていうのが 起きてまあ、それが質量分析の中に入っていくということで、まあ、分離しながらあの質量分析に入れられるので、まあ、これによって非常に複雑なペプチド資料であっても、まあ、解析が可能なそういう方法になります。で、まあ、質量分析系の,あの種類について、えー、少しあのお話ししたいんですけれども、まあ、あの特にあのペプチドプロテオーム解析においてはですねタンデム質量分析系っていうのが えー、主に使われておりますで今申し上げた液体クロマトグラフィーですねこれにまあ連動して、まあ、大体この Q1Q2 とあと最後の3番目の、えー、3つの、あのー、イオン分離をするような、えーまあ、電極だったりとかですねそういう装置が連なったこういうタンデムに連なったものを、えー、そういう、えー、タンデム出力分析系で言うんですけれどもまああのー この一番上の Q1、Q2 細胞、Q3 というまあ非常にシンプルなえものですね。まあこれがあのまあどちらかというと定量とかに使われるタイプの装置です。で、えっとこの下にある二つのですね、オービトラップっていうのと、えっとタイムタイムオブフライトというトフっていうのがあの主に今質量分析あのペプチドの質量分析系でよく使われている。 質量分析で、まあ、これは Q1Q2 とここがちょっと方式が違うという、まあ、ことからハイブリッド型とかいうふうに呼ばれています。で、まあ、いずれの,あの装置もですね何ができるかっていうとこの Q1 のところでまあ質量を、えーまあ、ある程度フィルタリングするとでその,あの、えー、フィルタリングした特定の質量を持った物質をです、ね、透過させての2番目のところで、まあ、ここにガスをあの ガスが存在していて、ここであの衝突させることでバラバラにする、まあ解列させると、えー、そういうことを行います。で、その後にですね、この3番目のところでこの解列によって生じた断片ですね、この断片の質量をまた、えー、ま測定するというのが、えー、3番目のところです。で、特にこのオービトラップっていうのとあの塗布この2つに関してはですね。 非常に分解能が高くてです、ね、正確な精密な質量を得ることができるという、えー、メリットがあって、まあ、これによってあの、まあ、タンパク質ペプチド配列の同定の角度信頼性が上がるということで今非常に対応されているということになります。で、まあ、質量分析系で出てきたあの、まあ、マススペクトルというあのものが得られるんですけれども、まあ、これはですね横軸が、えー、と m over、えー、ーー z っていうあの単位で。 で、えっと、これはですねえっとまあ成分設計自体がですね質量そのものを測るというこの m over g という単位でしか、えー、実測できないというふうな、えー、原理に基づくためで、まああのえー、あの分子ですね m この分子の質量に、まあ、例えばプロトンが1個付加したものこれを1回イオンと言いますし2個付加したものは2回イオン3個だと3回イオンというふうにまあ高いイオンという形で、えー、よく計測されます。 でこの m over g っていうのはこの質量と、えー、この、まあ、プロトンの数と、えー、例えばその数で割ったもの、まあ、こういう電解割ったものということで、えー、計算される値が、まあ、実際のスペクトル上では観測されるということになります。で例えばまあ分子量がですね約500の物質があったとして、まあ、これがえ2つプロトンが孵化した場合、まあ、こういう時にはまあ500プラスに ということで251.0078という数値としてシグナルがこの質量分析計で計測されるということになります。で、えっと、ESI 法あのさっきマルディ法と ESI 法って2種類あるというふうに説明しましたがこの ESI 法に関してはですね基本的に高い音が生じやすいという傾向にあります。 なので、まあ、あの出てきた数値がですねそのまま質量,質量に近くないというか質量の約2分の1 2だったり1 3分の1だったりとそういうふうな数値として計測されるということになります。でこの高いイオンが出ることっていうのはいろいろメリットがあってですね質量分析系自体はその測れる質量のレンジっていうのが あのまあ、感度が高いあの現実的な領域というのは結構限られているという時にえ限られています。なので2回イオンになることで分子量が半分になったりすると、まあ、非常にあの、えー、そういうあの幅広い分子量の物質を1個のスペクトルの中に収めることができるというメリットがあります。 で、あとですねこの、えー、と質量分析系で、えー、とこうやってスペクトルが出てくるんですが、えー、その時にですねこの同位体っていうのが天然に存在していて、まああのえーとまあ、例えばカーボンだったら12と13っていうふうに、えーまあ、天然にもあの13のカーボンというのはたくさんあるんですが、まあ、それが一定の割合あの天然物質の中には含まれています。でそのの、の、ためにですね、こういう、いあの、えー、あの 1>, 1, 個1個ずつこうそういう同位体を含んだようなイオン種というのが存在していまして、まあ、これがあの2回イオンだとですねこのか幅がですね、えーまあ、1ずれてるはずなんですが2分の1なので0.5で3回イオンだと0.33三というふうなずれ方でこういうあのイオンのクラスターっていうのが観測されます。でこのクラスター逆に言うとですねこのクラスターの間のこの幅あの、えー、ずれですね幅を 見てあげると、このイオンが何回イオンなのかということが簡単に区別することができます。で、まあ,あのそういうことでこの実際のスペクトルので観測されたエモバージの値からこの数を数がわかれば実際のペプチド物質の質量を知ることができるということになります。 でえっと、質量分析をあの用いたプロテオミクス、えっとまあ、今質量分析の原理を少しお話ししたんですが、まあ、ちょっと話があの複雑になってきますが、まあ、いろんなあのデータの,データあの計測の方法っていうのが、えー、ありますで話があのいろんなタームが出てきてちょっと混乱されるかもしれないんですが、まあ、まず大きく分けて、えーまあ、タンパク質を解析する場合の手法として、まあ、ボトムアップ、まあ、あるいはショットガンとも言われますがそういう、えー、方法と、まあ、トップダウン 分えることがまずできますでこの、えっと、まずちょっとトップダウンについてですがトップダウンはもうタンパク質をネイティブなままというかその、えー、細胞の中で存在しているインタクトのタンパク質をそのままあの質量分析系で計測すると、まあ、そういう方法が、えー、トッッププダウンプロテミックスですなのでこれはあのそのままタンパク質の分子量を正確に測るということになります。で一方、あのー 酵素ですね。トリプシンとかそういうものでタンパク質をバラバラに、えー、してしまってですね。まあそこから、えー、質量分析にかかる、まあ測る、あのつまりペプチドの分子量を測る。まあそういうのが、えー、ショットガンプロテオミックス、ボトムアッププロテオミックスという、えー、やり方です。で、まあこの場合はですね、えっ、ー、とまああと後でまた説明しますが、トリプシンが一番よく使われている酵素ですが、まあそれ以外の酵素もあの使われて、まあいろんなあの、えー、まあ利点いやあの欠点の などがあって、まあ、使い分けられているいうことですが、まあ、とにかくバラバラにして測るっていうのがショットガンプロテオミクスということになります。で、まあ、このショットガンプロテオミクスの中にもですね実は、えー、とノンターゲットっていうやり方とターゲットっていうやり方が、えー、ありますで、えーとまあ。ノンターゲットといううのはもう どういう物質がどういう物質が入っているかをまず定性的に同定するとかですねそういうことを目的として行われていますがターゲット分析っていうのは特定の物質ペプチドそういうものを標的にしてそれ,をそれだけを対象にして測るそういうやり方っていうのも存在します。 でまあ、今日あのお話するのは、まあ、基本的にこのノンターゲットの話だというふうに、えー、ショットガンプロテオミックスかつノンターゲットのお話だというふうに思っていただければと思いますでこのショットガンプロテオミックスあのボトムアップのプロテオミックスというのは、えーまあ、先ほど申し上げたようにトリプシンという酵素で、えー、あのタンパク質をバラバラにしてから解析をしますでこれトリプシンはあの タンパク質のですね、このリジンとかアル,グミアル,あのアルギニン、まあ、これを、えー、のシーマタンのところ、えー、シーマタンの、えー、後ろで、えー、切断するというふうな、えー、そういうコ、えースであります。でえーとまああのー これあのアミノ酸20種類天然に存在しますので、まあ、逆に言うとあのそここで切れたという,、えー、いうことはです、ね、そこに K か R がリジンかアルギリンが存在してたということにもなりますので、まあ、少しあの検索を行う上で、えーまあ、縛りがかけれるというかです、ね、あのもうあのそこの配列が必ず K か R であるということを、えー、示唆しているので、えーまあ、それが一,一つ重要な情報になります。 でまたちょっと話が複雑になりますが今あの、えー、ショットガンプロテオミックスにターゲットとノンターゲットっていうのが、えー、あるっていうふうに言いましたがあの最近はですね、えっとまあ、これあのノンターゲットあノンターゲットあの網羅的に見る方法っていうのが DDA っていうあの方法で。えー よくこれが一番よく使われてるんですけれども、まあ、最近あのこの DIA これまで後で説明しますが DIA という方法が出てきたりとかですね非常にあのデータがデータの構造というかスペクトルの取り方自体が多様化しているという状況にあります。でこの原理を少しお話しさせていただくとですねこの DDA データディペンデントアクイジションという方法はあのスペクトルマススペクトルこれはあの、えっと、バラバラにする 前のトリプシンで消化しただけのペプチドのデータになるんですがこういうスペクトルの中にですねたくさんのペプチドのイオンが存在しているという状況になりましてこれをです、ね、強度が強いものから順次選択して先ほどのバラバラにしてスペクトルを取るというふうなこれ MSMS MS というんですがこういうことを実行します。でこれれ完全ににオートマチックに行われて 1>, まあ、あの1回のこのスペクトルに対して、まあ、例えば 10, 10個の MSMS、えー、MS が得られる、まあ、そういうふうな、えー、ことが行われますでこの1個1個の MSMS MS スペクトルをあのデータベースで検索するというのが、まあ、一般的な方法ですでこの DIA というのは、まあ、これは後で出てきますが、まあ、もうちょっとこうラフにデータを取って後で、えー、データ解析のところで、えーまあ、タンパク質のペプチドの配列を同定したり定量したりっていうふうな、まあ、そういうモードも、えー、最近は出てきていると。 少しあのこういうデータの測定モードによってデータの解析の仕方もあのずも随分違うんだということをまず認識していただければと思います。で今申し上げたの DDA これ最も最も普及している、えー、測定方法なんですが、まあ、一般的にはこういう液体クロマトグラフィーで分けてですねこれ横軸が、えー、溶出時間なんですが、えー、保持時間なんですがこれで,であの出てきたスペクトルがこう どん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 並んでいってる感じなんですがこれあるポイントを見てあげるとですね、えー、ペプチドのスペクトルが得られていて、まあ、それがさっき申し上げたように10個強いものから順に選ばれて管理されて壊されるというふうなそういうのがあの繰り返されています大体、まあ、いいこれ分析例えば1時間ぐらいやるとですね、まあ、あの10万と、まあ、装置にもよりますが相当な数のこの MS MSMS とととののセットいいうのが得られるでこのバラバラになる時はあの本当にぐちゃぐちゃにバラバラになるわけではなくですねある程度規則性を持ってですね、まあ、ペプチドのこのアミド結合のとこだけが一般的にはよく切れるという、えー、方法で配裂、えー、を起こすのがよく使われています。もちろんこれ他の方法もあ,のありますのでこれもやっぱり生データを見,見る上ではどういう方法で壊したのかっていうのは一つ注意しておかなくてはいけないと。 でこの DTA のデータからですね、タンパク質を同定するということを行う、これはあのどうするのかということを少しお話ししますが、まあ、先ほどお話ししたように MS スペクトルから、まあ、配列させて MSMS MS スペクトル、このセットが得られるわけですが、この MS の,あのデータからですね、えー、質量の情報が、その、ペプチドの質量の情報が得ることができます。で、この デーータベースです。アミノ酸のタンパク質の配列のデータベースの中からですねこの候補のペプチドの配列っていうのを、えー、見つけ出してくるとでこれはの、えー、ともちろんあの質量精度が高ければ高いほど、えー、特定の、えーまあ、数が絞られたペプチドが、えー、選ばれてくるわけですが、まあ、質量精度が低ければある程度の許容幅を持って、まあ、複数の,あの場合によっては何百とかのペプチドが上がってくる、まあ、そういうふうな、えー、ことになります。 でこのペプチドの配列っていうのはですね、えー、と先ほどちょっと申し上げたように、えー、特定の網戸結合のところで切れるというふうなことになりますので、まあ、あのコンピューターの中でですね計算上理論上ですねこのフラグメントの、えー、切れた、えー、あの理論スペクトル、まあ、こういうものを、えー、見ることあの算出することが、えー、可能になっています。 一方この実測の方に関してはですね先ほど申し上げたように、えー、と特定の、えー、ペプチドを選択して壊すっていうことでこの MSMS MS が得られるわけなんですがこの MSMS MS の中はあのこの実測スペクトルという形で得られるんですがこの、えー、と配列あのフラグメントですね断片の質量と このの、えー、理論的に計算した断片の質量、まあ、これをあの実際、まあ、ある程度の、えー、許容値を持って、えー、処方するということを、えー、行うというのが、まあ、この DDA を行った場合のペプチドタンパク質の、えー、配列決定の、えー、流れになります。でまあこれあの、えー、っといろんなあのツールというのソフトウェアというのが、まあ、普及していてまあ,あの多くは質量分析系に付属のソフトだったりとかですね、えー、そういうものも、えー 使われてたりするんですが、このマスコットというのはまあよく使われているソフトの一つです。で、まあタンパク質の同定というところまではあの今お話しした、えー、ところで、まあ DDB の場合はあの先ほどうよう断片化したものをそのまま処理、えー、するというふうなことで、えー、ペプチド配列が決まってくるわけなんですが、まあ、えーまあ、NGS のデータもそうですが、まああ,のある程度こう定量的な情報というのも、えー、得ることが 可能になっていますで、えー、と質量分析系のデータでですねあのタンパク質のこう発現の細胞解析したりとかですね、まあ、そういうことをやるときに、まあ、いろんな方法っていうのが今開発されて、まあ、いろいろ使われています。で先ほどあのプロテウォ、えーム J ポストのデータベースの、えー、ところでですね、えー、お話しした、えーえー、あの iPS とファイブロブラストのデータですねあれはスペクトルカウント法という方法を、えー、使っています。 スペクトルカウントオってどういうものかっていうと、まあ、これは NGS とかのデータにちょっと似ていると思いますが、まあ、あのタンパク質の中でですねあの質量分析系で同定される、まあ、あの検出されるペプチドっていうのは、まあ、あの100%ではなかなかないっていうのが一つあ,のありまして、まあ、例えば資料1でこのあるタンパク質に関してですね、えー、見てみると、まあ、この例えば3種類の配列だけしかヒットしませんでしたということにもよくなります。 でこれがあのもう1個の資料だと,、えー、とこの同じタンパク質のペプチドが何本ももっと例えば十個の場合だと10本ぐらい同定、えー、できたということになった時に、まあ、この同定、えー、されるペプチドの頻度っていうのがもともと存在していたタンパク質の存在量にある程度あの関係があるあ比例とまで言えないと思いますがある程度関係があると、まあ、そういうことがあの分かってきていて、まあ、それによって、えー、このペプチドの 導体されたペプチドの本数ですね、まあ、これを比較すると、まあ、この資料中資料の比較したい資料の中での、えー、このタンパク質 X の存在量のどっちが多いか、まあ、こういうことがあのざっくりと解析することができるというあの方法になります。でこの方法はあのいいところはですねあの基本的に装置の種類とかですね、えー、まあそういうものをあまりこう依存しないですね。 で質量の精度とか分解能とかそういうことをあまり気にせずに、まあ、あのあ当たってきたスペクトルの数だけをカウントできるので非常にデータの異なる人が取ったデータの統合とかですねそういうところに非常に使いやすいというメリットがあります。でもう一つの方法としましてはですねシグナルの強度を使った方法です。 でこれはです、ね、この質量スペクトルですねこの MS の,あの中で、えーまあ、特定のペプチドが、えー、あのただこのイオンがです、ね、ある配列だったというふうにした時に、まあ、このイオンのシグナルだけをです、ねまあ、これ横軸がリあの時間軸なんですが HPLC の,の溶出時間でプロットしていくとこういうあのクロマトグラムを描くことができます。まあ、これを抽出クロマトグラムっていう けれどもまあ、こういうあのクロマトグラこの、えー、資料中のあるペプチドこの青いところですねこのあ,あるペプチドのクロマトグラムを書いて、まあ、資料 B のまたこのクロマ同じペプチドのクロマトグラムを書くとでそうするとこの、えーまあ、強度だったり面積だったりですね、まあ、そういうものが、まあ、ある程度そのペプチドの存在量を反映しているということで、まあ、資料の間での比較が、えー、可能になるという、まあ、そういうあの定量方法。 でこの方法はですね、えっと、あの同じ時に取った同じような、えっと、同じ分量だけ、えー、装置に打ち込んだ、えー、装置に入れた、まあ、そういう、えー、時の比較は、まあ、ある程度あの定量的にやることができるんですが、まあ、全く異なる条件で取ったものを、まあ、単純に比較するというようなことは、えっと、あまりあの得意ではありません。 でもちろんあの全同定ペプチドの,この例えば抽出クロマトグラムの和を使ってあのノーマライズするとかですね、まあ、そういうふうな工夫を行うことである程度データ統合もできなくはないんですが、まあ、一般的には同時に取ったデータの中での比較定量比較、まあ、こういうのが主に主な目的で使われている方法になります。でこれがあのえっと一番えっとよく得られているラベル化しない定量法ですね。 でただこれあのラベル化しないということで定量精度とかですねそういう面で、えー、いろいろこう、えー、課題というか、えー、問題点もありますので、まあ、もう一つの,あのやり方としてはラベル化する方法というのが、えー、あります。で、まあ、ラベル化もですね、えー、と今大体大きく分けて2種類の方法というのが使われていて、まあ、一,あの一つはアイソトピックラベルっていう方法で、まあ、これはあのペプチドのです、ね、質量が、えー そもそも、えー、ずれるような、えー、標識を行うということで、えーまあ、このペプチドの,あのイオンですねこれの強度を比較するということで定量する方法です。でこれはあの、えー、た例えばサイラックという方法なんですがこれはあのタンパク質を培養、えーまあ、細胞なんかを培養する時にですね普通の培地とあと同位体標識した、まあ、重い、えー、アミノ酸を含んだ培地。 まあこういうものであのラベルしてあげて、えー、あの培養してあげて、まあ、それをあの混合した後に、えー、質量分析でかけるということをやりますと、まあ、こちらの重いアミノ酸を持ったものはもうその重さの分だけちょっと質量が変化するということで、まあ、あ同じタンパク質と同じペプチドが、えー、微妙な質量差を使ってあの質量差で分離することができると、えー、そういう方法です。でえーとまあ、これあの、えー、と化学標識法で、えーと このアイソト,トピックなラベルをすることも可能ですのでこれあの両方実際は、えー、使われれていますこ拡大したらもう分かると思いますがこの重い軽いアミノ酸と重いアミノ酸同じ配列がこんな感じで同時に、えー、スペクトルの中に出てきますので、まあ、これの強度の比較やったり、まあ、これの先ほどとあの、えー、ラベルフリーでラベルなしの時お話した抽出クロマトグラムを書いてあげて、まあ、より正確に、えー、定量する。 まあ、そういうことが、えー、よく行われています。で、もう一つ、えっ、ー、と、このラベル法で、えー、あの、重要な方法っていうのが、このアイソバリック、えー、タグっていうのを付けた。ラベル法です。で、こちらはですね。えっ、ー、と、ちょっとこの図だけでは十分に、あの、理解が難しいかもしれないんですが、あの。よ、例えば4、よ、四種類のラベル材とか、十種類のラベル材とか、まあ、いろんな、あの、ラベル材があるんですが。まあ、全部。 同じ質量になるように、えー、設計された、えー、ラベル材っていうのが、えー、あの売られています。でイトラックとか TMT っていうのはよくあの市販されてる試薬で有名なものなんですが、まあ、こういう試薬っていうのはですねあの同,位体を同位体と、えー、同位体標識をうまくこう組み合わせることでですね1、えーまあ、個の試薬自体の質量は常に一定なんですが、まああの えー、質量分析券の中でですね切れ,る切れたときに、えーまあえー、リポーターっていうんですがちっちゃい、えー、断片が出てきまして、まあ、それの質量が微妙にずれているっていうふうな、まあ、そういう、あのー、タイプの、えー、試薬、まあ、それで、えー、検体をそれぞれ標識、えー、するとそういうことがやっています。まあ、例えばこれ ABCD というふうに、えー、あ,のありますと、まあ、そ,れそれぞれこの,あの試薬で、えー、違う質量 まあ同じ質量なんですがその最終的に出てくるリポーターが違う質量で試薬でラベルしたものを混合してスペクトルを取ると、まあ、これあの質量一時的あのペプチドの質量は同じになりますので1、まあ、個のスペクトルのピークとして出てきますが、まあ、これをか列させると MSMS MS ではこの低いところにですね分子量が低いところに、まあ、こういうリポーターイオンというのが観測されます。でこれれはあの質量が微妙にずれてあの ここのリポーターの強度っていうですねここの強度を、えー、算出する、まあ、そういうことでもともとこの ABCD という資料の中でどういう比率で、えー、タンパク質このペプチドが存在していたかっていうことを、えー、定量化することができるという方法です。まあ、これがあの主に使われているラベル化の定量の手法になります。 一応まあ今お話ししたところが基礎的な生データというかプロテオムデータがどんな種類があるのかというのを全体的にお話ししたわけなんですがここから実際パブリックデータをどうやって見ていくかということになりますが J ポストリポジトリの話をさせていただきますでこの J ポストのリポジトリはですねこれは質量分設計のユーザーが取ったデータをどんどん ここに預けていいるという状況で、まあ、世界中から集まってきてかつ世界中の人がダウンロードできるとそういうことになっていましてまああの、えー、まああのもともと,、えー、ともっと大きな先行的に始まっていたリポジトリがあったんですが、まあ、なかなかそれにはもちろん追いつかないんですがかなり国内だけではなく海外からもデータが登録されているという状況にあります。 でまあ、これから検索する時なんですが、まあ、あのこれはいろんなやり方が、えー、ありますで、えー、論文に、えーとまあ、ID がですね入っているような場合は、まあ、あのこのリポジトリの ID がつ大体つけられているのでそれを使って検索することも、えー、できますし、まあ、いろんなキーワードで、えー、検索することも、えー、可能になっています。でまああのえー、この あの検索画面からですね、えー、まあ自分が見たいデータというのを、えー、データセットあるいはデータというのを集めてくるということが、えー、可能です。で、えっ、ー、とただですね、ちょっと先ほどのちょっとあのー、ラベルの話だとかラベルしない話だとか出てきましたが、まあそれを知っていただきたかった理由がですね、このデータが、えー、データと、えー、サンプルと、えっ、ー、と。 検体,ですね、検体とローファイルの対応関係というのがそのやり方によって変わってくるからです。で、まあ、この、えー、とさっきラベルフリーですねラベルしない方法っていうやり方だとですね、まあ、これをあのシングルショットっていって、まあ、1回の分析で終わらせる1回の液体クロマトグラフィーでデータを取るっていう一番シンプルな方法っていうのが、えー、1つです。でこの場合はですね1つの検体が1つのローファイル1つの,なあの生データに対応しています。 で同じ、えー、とラベルフリーであってもですね、えー、分割をしている場合っていうのも、えーまあ、たくさん登録されていますで、えーまあ、多くの場合はペプチドを、まあ、複雑性をこう低減させるためにですねあの液体クロマトグラフィーの前にもっとあの違うモードで分離した、まあ、そういうあのサンプルがよく登録されていますでこれはですね1ファイルにはですね単一検体のデータが入っているんですがただ 1>, えと1個の検体が複数のファイルに分かれているという、えー、そういうものになりますのでこの複数の、えー、とファイルを1個の、えー、最終的な結果にまとめる必要があるというふうな、えーまあ、そういうあの対応関係になっています。でさっきお話ししたあのアイソバリックタグとかですねサイラックラベルとかアイソトピックラベル、まあ、そういうラベルの場合はですね、まあ、マルチプレックスというふうにえっ、ー、と このデータベースの中では読んでるんですがそういうサンプルでは1個のファイルの中にですね複数の検体の情報実際検体が混じった状態になっていることがほとんどです。で、えーまあ、多くの場合はこのフラクショネーションをさらにかけたりもしているので、まあ、複数のローファイルが存在するとかですねそういうデータ構造になっているというか1個のファイルの中に複数サンプルがあってかつ1個のその混ぜたサンプルが複数の ファイルに分かれているみたいな非常に複雑な状況になっていることがよくあります。で、なので、まこういうあのえっとデータのえっとこうえっとサンプルのえっとラベルの仕方とかですね、どういう方法で測定されたか、まそういうことをあのよく注意しながらローデータを扱っていただきたいいただけると、まちゃんとした解析ができるんじゃないかなと思います。 でまあ、あのこれそれをサポートするためにですねパブリックデータにはこメタデータというのが、えー、登録されてるんですが、まあ、現状、まあ、あんまりこういうこと言うとあれなんですが8割9割は、えー、いい加減な登録になっているというか正しくない登録になっているというのが現状でして、まあ、あのやはりあの論文からですね、えー、引っ張り出すような方がより正しい、えー、メタデータというか情報が得られるんじゃないかということになっています。 でまあ、この J ポストというか、まあ、日本のプロティオム学会が今主導でですね JPDM っていうジャーナルを出していてこれあの J ポストと,えと連動しておりましてあ J ポストに登録されたデータのメタデータをまあ整理するために、えー、まあデータジャーナルとしてえ投稿していただくというふうなことも今始めておりますので、まあ、よりメタデータが正確になるっていう時代も将来は来るのではないか。 なと思いますが、まあ、現時点ではやはりあのこういうでファイル構造なんかをよく理解いただいて、えー、再解析をするというのが現状の、えー、現状のあの状況にあります。はい、でえっ、ー、とまあ、あデータの解析、えー、と検索なんですが、えー、とこれはあの一番あのちょっと見えないとちっちゃくて見えないと思いますがこれあのえっ、ー、と1ファイル1サンプルの、えーえー ラベルフリーデーデタで非常に簡単なものでこれ、えっと、1個のサンプルか1個のファイルに情報、メタデータも紐づいているというふうなことになっていて、まあ、リプリケートとかですね、そういうものはまた別に定義されていますが、まあ、比較的シンプルなものです。これは多分、あんまり考えなくてもデータを解析できるような 構造になっていいると思いますすが、えー、先ほどの,あのアイソバリックタグですねこういうものはさっき申し上げたように、えー、1個のローファイルの中にこの場合これ4つですね4つ、えー、サンプルが紐付けられているというふうなことになりまして、まあ、この1個1個のこの標識この,この場合、えー、と分子量で書かれて114115116117という4つのラベルがあるんですがこれそれぞれが違うサンプルにこう の情報になるということで、まあこういうあのことが、あのこれこれは比較的あのちゃんと登録されているデータなので、まあこのメタデータをもとに再解析をすることが可能になりますが、まああのやはりこれちゃんと登録されてない場合は論文などからこういうラベルの情報なんかを引き出してきて解析をする必要があると思います。で、まあ DDA のえっと今のあのリポジトリからですねデータを 落としてきた後の解析の話を少しさせていただきますが、えー、まあ何回かあのマスコットとかあの出てきたと思いますが、まあ、多くの,の DDA データの解析ワークフローというのはえ共通しています。で、まあ、基本的にローファイルですね、生データをですね、ピークリストっていうあの質量データ、MS のデータと MSMS MS のデータ、フラグメントのデータ、これを紐付けするような、紐、えー、付けしたそういうあのテキストファイル、 まあそういうういいものを作作るピピークピックッ業が入ってきます。で、このローファイルというのはまあそれぞれ質量分析メーカーごとにえ様式が異なるので、まあ、それを一旦こうユニバーサルフォーマットに変換するようなこともまあよくやられていますが、まあ、いずれにしてもピークリストというのを作って、まあ、そ,れをえそのピークリストを使ってです、ね、この実際はミノさんの配列データベースに検索エンジンを使ってえ検索をかけて。 その中でペプチドスペクトルマッチ PSM という部分ですが、まあ、その、えー、スペクトルのデータが、えー、そのペプチドにこう貼り付けられたようなあの対応付けられたようなデータがたくさん出てきて、まあ、それあの同じペプチドに複数回当たることもあるので、えー、ユニークなペプチド配列に変換してでそれにさらにこうバリデーションですねあの、えー いう本当に信頼性が高いものだけにフィルタリングするようなことをやって最終的にはタンパクの上にマッピングしてまあタンパクの名前に変換して結果ファイルとして得られると、まあ、そういうのが一般的なワークフローになります。でまあこの、えっと、サーチツールに関しては、まあ、あのこのローファイルを直接生データを直接読めるものはまあ多くの場合ベンダースペシフィックなものも ありますがまあ今無償版の無償のいろんなあのソフトウェアっていうのがえ出てきていますのでまあこれを使えばあのど誰でもえ解析ができるということになります。でまあのベンダー縛りがないえ検索エンジンという意味でここの2つよく普及しているもの二2つ今え挙げておりますがあのマスコットっていうものとあのマックスコントというソフトです。でこのマスコットにに関しては非常にああのの昔からあの 使われているソフトウェアで優勝、まあ、ではあるんですけれども非常にシンプルであとまあスペクトルの帰属図などが見やすいみたいな、まあ、いろんなことがあってあのえ非常に普及していますし、まあ、いろんなベンダーに対応しているというところもあの魅力的なソフトの一つです。フ、えーまあ、フリーソフトの人 に関してはあのマックスコントっていうのが今よく、えー、使われていて、まあ、これは使い方に関してもいろんなネットであの動画とかも流れてますので、まああのえー、これをあの見ていただければ、まあ、あの多くの方はそんなにハ、えードル高くなく使えるようになるんじゃないかなと思いますが、まあ、そういうあのソフトで、まあ、こちらはです、ね、あの定量まで、えー、タンパク質の同定だけじゃなくてです、ね、定量まで、えー、実施可能な1、まあ、個のプラットフォームの中で実施可能なソフトウェアになります。 このマスコットに関しては残念ながらあのそのマスコットそのものでは定量ができないので、まあ、その後に、えー、後付けのソフトを使って、まあ、別途定量が必要だというふうなことになりますが、まあ、いずれにしてもあのこういうあのい非常に幅広い、えー、メーカーに対応したようなソフトというのも出てますし、まあ、あとはその、えー、ベンダースペシフィックな、えー、ソフトで解析したデータというのも登録されているということになります。 持ってきたのはあの、まあ、今あのよく使われ始めているですねフリーソフトの一つをちょっと紹介したいなと思って持ってきたんですがこれはあの MS フラガーというソフトです。で、まあ、マックスコン t が非常にあのよく使われているのでこれはちょっと後発にはなるんですけれども、まあ、2017年にあの最初、えっと、このソフトウェアが開発され報告されたんですがあの、えー、非常に検索が早いというメリットがあります。 でまあ、その早いことを、えー、うまく使ってですね、えーまあ、オープンサーチっていって、まあ、普通はの質量の情報と、えー、フラグメントの情報っていうあの MS と MSMS MS の情報をひも付けしたような形で検索をするんですがこの MS の情報をあの比較的こう幅広く取っちゃうというかですね、まあ、そういうことで翻訳を就職、まあ、そういう解析の時に、えーまあ、あまりこう特定のものを入れなくても。 検索があの実現可能だというふうな、えー、そういうメリットが、えー、あります。で、えー、とまあ,あの原,理の原理的なところは、まあ、詳しくはもう述べないんですが、まああのえーと,まあ、とにかく使ってみるとあの実際に早いということもあって、まあ、非常にあの有,有用なソフトだと思います。であともう一つあの重要なポイントがですねこの、えー、と MS フラガーは実はフラグパイプというプラットフォームの中で動くんですが。 こののププラグパイプの中で,です、ね、いろんなあの他のソフトウェアをつな、えーまあ、げるというかです、ね、そういうことが可能ですので、まあ、あの単なる DDA のデータ解析以上のことが、えー、この1個のフラグパイプを、えー、構築すれば、えー、実施可能だということであのちょっとご紹介させていただきました。 でまあ、このフラグパイプ実際設定なんですが、まあ、これもそんなに難しいものではなくてですね、えーまあ、あの MS フラガーっていうのを、えーまあ、検索していただければですねこのフラグパイプの中で動くので、まあ、フラグパイプごと実質は、えー、ダウンロードして、えーまあ、あのコンピューターの中に、えー、インストールするというふうなことになってくると思います。でその時に、まあ、いろんなあの、えー、とこのフラグパイプの中で、えー、とこのバリデーションとかですね定量のツールなんかをこう、えー インストールするように言われるのでそれに従っていろんなツールをインストールしてこのフラグパイプの中で全てが動くという状況をまずセットアップで実施することが最初にやることです。でその後ですねワークフローというのが定義されてそれを使っていろんな解析が可能です。で多くの 今日お話ししたような例えばアイソバリックだとかアイストピック定量とかそんなことは全て基本的にもうテンプレートがフラグパイプの中に入ってますのでそれを呼び出すっていうことだけでほぼ完了できます。で、えっとまあ、カスタムももちろん作れますのでかなり自由なことができると。であとは検索条件ですねこれも酵素の種類トリプシンだったりトリプシン以外だったり あるいは修飾だったり、まあ、そういうものをいろいろ好きなように入れていただいてでその後にあとにあの解析対象にしたいファーストファイルですね、まあ、これを読み込むとでまあ,あのファーストファイルも普通のファーストファイルを読み込めば、まあ、ここで FDR の計算のためのデコイの配列もあの自動でやってくれますので、まあ、ここであの全部完了するということになって、まあ、あとは検索をえかけるだけ、まあ、あのバリデーションの,あのツールなんかもいくつか設定する。 好みに応じて設定すれば、まあいろんなあのバリデーション、あのエフディアのフィルターなんかをかけることが、えー、可能になっています。まあこれは多分あの試行錯誤でやっていただく必要があるのかなと思いますが、あのまあそういう感じでえっ、ー、とセットアップして、まああとはランをあのスタートさせれば、えー、測定があの測定結果の、えー、からの、えー、ペプチドの動定とかあるいは定量がもうあの最後まで行ってしまうというふうな、えー、ツールになっています。 で、まあ、定量モードも、あの、ラベルフリーだったり、さっき言ったようにアイソバリックだったりっていうのも、まあ、それぞれあの定義するところがありますので、まあ、これ、あの、実際あの、見て使っていただければ、そんなに、あの、難しい、えー、細かいパラメータはちょっとよくわからないところもまだあるんですが、あの、ほぼデフォルトで、あの、使える、えー、状態になっているということになります。はい、で、まあ、ここまでが DDA のデータなんですが、まあ、最近、あの、申し上げたように DIA っていうのが非常に出てきてですね、 ちょっと時間があまりなくなってきたので少し駆け足になってしまいますが、まあ、d i のデータの解析っていうのもあのフリーソフトを使ってやることができます。まあ、d i データはあの基本的にこのあの混合スペクトルっていうものがどんどん取られていってですねそこからデータを抽出するという形でこのクロマトグラムを抽出するという形でデータを解析する、えー、それがあの原理なんですがあの、まあ、実際こういう DDA の時にはスペクトルをデータベースに検索していたのを今度 ペプチドの配列を使ってそれに対応するクロマトを見つけ出すクロマトグラムを見つけ出す、まあ、そういう感じでデータを取りに行くっていうのがこの、DIA、のデータ解析ですで今いろんなソフトウェアが出てきていますで、まあ、ちょっとあの全部はあの紹介もちろんできないんですが、まあ、フリーなものから有償版まで。 たくさんあの出ていますが今日あのご説明するのはこの d i n n d i a n というふうに呼んでますが、まあ、こういうあのソフトウェアが出てきてこれが非常に今よく、えー、プロテオムの業界の中では使われているというあのソフトウェアです。でこの DIAN はですねこれライブラリーフリーサーチっていって、まあ、基本的にファスタファイルをあの指定すればですねそこから、えー、その先ほどのクロマトグラムを抽出するためのライブラリーを自動であの作ってくれて。 でリテンションタイムも予想までしてくれるので非常に角度が高い信頼性が高い、えー、童貞と定量が可能ななソフトウェアになります。でまあ、基本的にあの、えーまあ、AI なんかを使ったこう予測スペクトルではあるので、まあ、かなりこう、えー、あの今までこれライブラリ作るところが非常にこう負荷だったんですが負担だったんですがそれがまあコンピューター上で簡単にできると。 でただちょっと問題はですね、えーまあ、切断部位とかですね、のミスとか、あるいは、えー、翻訳を収集後の情報を多数入れたりすると、まあ、あのすごく計算に時間がかかって終わらなくなってしまいますので、これはあ,のあくまで定量を目的として、まあ、かなりこうミニマムな条件で検索をかける必要があるというところです。で、このダイヤに関しては、これも非常にあのシンプルな作りで、おそらく、えーまああのえー ダウンロードサイトのいろんな説明を見るだけでで、まあ、このダイアンを使った解析がちょっと苦手なのを、さっきあの言ったあの翻訳を就職の解析なんですが、まあ、そういうものはこのダイアンそのままじゃなくてですねフラグパイプの中に実はダイアン組み込まれてましてそのこういう DIAAMPIRE-SE っていうツールと MS フラガー先ほど紹介した MS フラガーを使って 経由してダイアンを動かすことができますので、まあ、あの就職の翻リン酸化の解析とかですねそういう時にはこういうパイプラインを組めばかなりの数のタンパク質の同定とか定量が可能になっています。であの、まあえっと、プロテオームデータ今日お話したかなりシンプルな発現量のデータをあの イメージして想定してお話ししたんですが最近いろんなあのデータっていうのが出てきていますでまあこれ入り口のところでこう解釈も変わってくるというお話ししましたがあの、まあ、まずはまずこのホールプロテオームのデータで皆さんあのいろいろデータをいじっていただいて、まあ、あのデータベースには実際こういろんなタイプのデータが登録されてますので、まあ、それも論文などをこう参照にしながらですねあのデータ解析にあの徐々にチャレンジしていただければなというふうに思います。 でまあ、あとちょっとだけあの最後に同定定量後のデータ解析についてお話ししたいんですがあの、えー、とよくあの便利なソフトとしてこのペルセウスっていうのがマックスコントの、えーまあ、関連、えー、ソフトウェアとして、えー、フリーソフトが出ていますので、まあ、これぜひあの最初に使う上ではあのかなりの,あの、えー、データの可視化なんかも簡単にできますので。えー ご活用いただければと思います。で、これはあの統合 TV にですね、非常にあの、えー、親切な動画があってまして、まあ私自身もこれあの見て自分であの使えるようになったということがありますので、まああのこの動画を見て、えー、ご活用いただければと思います。で、あとえっとまああの。 事前の質問でですねデータの統合とかそういう話を少し質問来ていたので、まあ、あのちょっと最近あのはまっていることを少しご紹介しますが、まあ、我々今チャット GPT を使ってデータ解析をよく始めています。でペルセウスなんか使ってやる えことで少しこう物足りなくなってきたら、まあ、ャあのチャット GPT ぜひご活用していただければなというふうに思いますが、まあ、あのファイル統合とか相関解析、まあ、こんなことちょっとハードルが高いなあと思うんですが、まあ、あのこうやってチャット GPT にこんなことをやりたいって聞くとですねスクリプト書いてくれて、まあ、これを Python にコピペしてで結構間違えるんで、えー、あの結果エラーが出ますよっていうふうに、えー、あの文句を言うとですね、えー やり直してくれるとであまあ何回か繰り返すことによって、まあ、最終的に目的を達成できるようなスクリプトが、まあ、ある程度あの完全など素人でも書くことができますので、まあ、ぜひこういうことを活用しながらデータの解析なんかを、えー、挑戦していただければなというふうに思います。ちょっと長くなってしまいましたが、えーまああのえー、リポジトリをぜひあのご活用いただいて、まあ、あ自分自身でデータを触って、まあ、こういう大きいデータにこう、えー 慣れれていいただければなと思いますし、まあ、今申し上げたようにチャット GPT なんかを使うと、まあ、比較的誰でもデータサイエンティストになれるという,うな時代になってますので、まあ、そういうあの流れにもうまく乗ってデータを解析できるようになっていただければなというふうに思います。はい以上です